今日は暑い中、こうやって足を運んでいただいてありがとうございます。もう早速店舗の前にすごい列ができていて、本当に人気スポットなんだなと、驚いています。今日はよろしくお願いいたします。今日は暑い中お集まりいただきありがとうございます。そうですね、本当にもうすでにたくさんの方がいらっしゃってびっくりしてます。今日はよろしくお願いいたします。7億円が当たったら欲しいもの、やりたいこと何でしょうか。はい、夏らしく、じゃん、世界一長いウォータースライダーを作る。おお、子供の頃ウォータースライダーが本当に好きで、よく並んで何回も滑ってたんですけど、ちょっと7億円あったら階段登るの大変じゃないですか。なんでエレベーターをつけて、でギネスに挑戦もしたいですね、同時にこんなウォータースライダーあるっていうのを作って、ちょっと日本の夏の名所になるような場所を作ってみたいです。お、うん、私は、はい、小さな町を作るです。お、はい、まあ、家もそうだし、あと何でしょう、レストランとか映画館とか、ちょっとしたアトラクションとか、もう自分の街を作りたいです。もうめちゃめちゃ壮大でいいですねそうですね、はい、吉岡さん的にはそのミオタウンにリクエストしておきたいこと、はい、きっと遊びに行かれますからね。何がいいかな、ぜひ。まあ、もし可能なら、はい、このウォータースライダーを設置してほしい。そうですね、そうしましょう合作で、合作で。そうですね、めちゃめちゃすごいタウンが出来上がりますね。これ吉岡さん、夏らしくって言ってましたけども、はい、もうこれ一年中いけますよ、ね、はい、したら。そうですね、ありがたいですね。なんか温泉で、温泉いいですね、いいですね温泉に何でもあり、何でもありですね。やっぱ夢がある。夢ありますね。夢本当広がりますね。でも7億円あったらきっと叶えられると思うと本当に楽しいですね。はい、ですね、これは。さあ、では願いが叶うように笹に飾り付けていただきましょう。はい、夏のサマージャンボで皆さんぜひ、まあ、夏の楽しみにもしていただきたいですし、ぜひ、一緒にワクワクドキドキを楽しみましょう。よろしくお願いします。サマージャンボはですね、もう本当に夢がいっぱいの、年に1回のチャンスですので、皆さんに、ぜひ大きな夢を、手に入れていただきたいなと思います。8月5日までらしいので、皆さん、買い忘れにご注意くださいませ。ぜひゲットしちゃってください。